クッキーのラケットインプレッション、今日はスリクソンレボ X2.0 ツアー、鈴木孝雄選手モデルです。です。はいはい、行きまーす。見るからに振り抜きが良さそうな。そうですね、これこう楽に振れる、自分でこう振り回せる感じです。振られない、自分で振ってこう使いたい感じに、とても振りがいい感じ。バランスはトップライトな分ね、操作性もいいですね。そうですね、そこはいいところ。打球感がすごいこう柔らかい感じが強いですね。こっち柔らかい、柔らかい、こうぐるって持ってる感じがしっかりある感じ。カンカン弾くっていうよりは、こう掴んでこうボールがポーンと出てくれる感じ。前回打った 2.0 と比べてどうですか？こっちの方が柔らかい。柔らかい。柔らかい。で、フレームが柔らかい印象と。で、こう面もよく球を持ってる感じ。こうグッと掴んでホールドしてくれてる、それからポンと出してくれてる感じ。前の 2.0 打った時の方がこうラケットがこうしっかりカーンと弾いてくれてる、飛んでくれてるって感じがあるんで、この方が弾きは 2.0 の方がある。全然やっぱいいですね。ツアーの方がこうグッと持ってるっていう感じがあります。手元で少しこうフィーリングを残したい方はこっちの方がいいってことですね。そうです。よりこうなんだろう、コントロール性をより重視したいという方はこっちですね。でもやっぱ全然振り抜きはいいですね。そうだね。やっぱフェイス95っていうのはね。95でここのバランスが軽いっていうところはやっぱり。うん、こう後半になっても結構振れる感じですね。そうですね、まあ、飛ばしてくれる感はないので、やっぱある程度こう自分でこう持っていくっていう感じは必要ですけど、うん、はい、どうでしたか。はい、もうこのラケット自体の球持ちの良さっていうところはもう特殊するところがあると思いますね。もうこうグッと掴んでくれて乗ってるっていう感じがすごいやっぱり感触して手に残るっていうところはもう本当にコントロール性をこうここまで持ってきてるところがいいところだと思います、うん、まあ、その分やっぱりこう弾くっていう要素は 2.0 に比べるとやっぱりないので、まあよりコントロール性を重視して自分でこう打っていきたいっていう感じをもう出してるラケットですよね、うん。スライスなんかもね、伸びそうだよね。まあそこら辺はこのバランス、まあ、スペックにあ、まあ、かなり影響するところあると思うんですけど、操作性っていうところにおいてはもうやっぱ断然こっち 2.0 よりも、 2.0 よりもこっちツアーの方が全然なるほどいいですね。多分こう数字で見る以上の多分違いが出てくるとは思いますよ、うんうん。デザインもね、かっこいいね、真っ黒で黒、うん、こうなんかこう渋い感じ。赤じゃない、フッキーの好きな赤じゃないけど、これはこれでやっぱ捨てがたいです、うん、フッキー使うならツアーかな。まあ僕個人的に使うって言われたら感触的にやっぱりもうこっち。ああそう、 2.0 はまあ万人受けしそうだけどね、うん、ちょっとよりこうシビアなスペックになるんですけど、多分他の子の同じようなスペックに比べたら飛んではくれる、うん、そんなにハードすぎはしないけど、この球持ちの良さとこのボールの出しのおかげでやっぱ全然楽な感じもちょっと残しつつ、よりシビアなラケットって感じです。なるほど、まあ、意外と95ってそんなに小さくないもんね。そうですね、慣れるとね、まあ、多少面の大きさにおいてはまあ慣れっていうところはあると思うので、うん、こんな感じです。フッキーズインプレでした。でした。